ございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。アイコールスーツです。いらない。え、じゃあ今日月、君今日月いらない。おはようございます。おはようございます。ごめんなさい。ね、鳥の市真っただ中ですね、今は。なんか皆さん、なんか風邪ひいたの？との、あっちの方に、いや違う、風邪ひいたんじゃない、顎長いから顎隠した方がいいから。俺顎隠したらすごいイケメンに見えない。そう、鳥の市やってるよね。この後行きたいな、ちょっと鳥の市、うん、行きたいけど、どうなんでしょう、ね、どう行った人いる？見てる人でいないでしょ、どうせ。行きたい、声かけてほしい。ニコラマ見たよっつって。これ見てる人って今行ってない人ですね。まだ行ってないの。行こうよ、行こう行こう。鳥の市行こう、行こう。ニコラマ見ましたって言ったら今でも怒ってあげるよ。違うか、何喋るよな。新宿離れてしまった。あ、そう、これ見てるからもう行ってないですもんね。あ、もう、あ、違う違う違う、行って帰ってきたんじゃない、離れてたってことは。とりあえず乾杯。まずあっちゅー、あ、お茶。鳥の市って歌舞伎町科学なの？知らんよ。普通のお祭りと一緒じゃない、屋台あるよ。500円とか、なんかチョコバナナ500円とか300円とかじゃないの？タックスは取られないんですか？タックスは取るね。取るの？うん、タックス5万ぐらい。タックスの方が高い。5万ぐらいかかるかな、うん、今日タイガ君がね、来てくれまして、イケメンの。お邪魔いたします。イケメンのタイガ君が、あともう一人ね、マジでユートっていう最近入った、彼もまたイケメンですからね。彼はあ、いたいたいた、来た来た、いいよ、入っていいよ、入っていいよ。あ、いいですか。はい、どうも。あ、はい、おー、すごい。あ、自分のやつ分かんない。あ、薄くなっとるよ、お前だけ。え、薄くなっとるよ、体が。どこ、カメラどこなんすかね。これ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 、どっちですか。あ、下の、はい、下のあれだ。こんにちは。はい、ゆうとです。自己紹介お願いします。はい、マジでゆうとです、お願いします。え、なんだこれ、どうしよう、カメラから目を外せない。特技と指名したら、今なら、なんかこう、得点はないの？なんなんすかね。でもお客さんおる？お客さんおる？あ、いないです。一人もいないんですよ。一人もいない。一人もいない。ってことは吐く動揺やめるかな。あ、違うか。あ、ってかもう何の番組なんですか。笑えへん。笑えよと思って。笑えない。笑えよと思って。何の番組？あ、すごい、ハーレム。そう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 。あ、初めて見るっすもんね、これ。あ、初めて見ます。あ、初見さん。あ、すごいな。みんなは誰かわからない。なるほど。僕はホクロですね。これは今題名のあやかじ人のうんちゃらこんちゃらが俺です。なるほどね。で、この子が、大河くんです。お願いします。うんちです。うんちです。こっちが、チンカスです。チンカスです。どっちの方がいいのかな。チンコのカスでーす。初見だよね。初見の人もまあいいよね、別にいてもね。僕は結構、この暴露系の、はい、トークをするんで、あんま嘘言わないっていうか、もう。なるほど。席で言えないような話をしたい。いや、まあそれが多分楽しいですよね。ムカつくお客さんの話とかやっていきましょうとか、あとムカつく従業員の話とかやっていきましょう。ムカつきはしなかったんですけど、いやいやいや、それよ、ホストあるある、ホストあるある。以前、営業中にピコンって LINE が鳴って、はい、今暇、仕事だよね、今暇っていう LINE が来て、あ、確認してくれってことはこれ来るのかなと思って、まあちょっとかぶってたけど、はいはいはい、暇だよっていう、はいはい、ありがちな、うん、これで見えてますか？ほんで？あ、そっか。で、ありがちな、暇だよって言うじゃないですか。したら、頑張ってねって言われたんですよね。何の暇の確認みたいな。あるな、あるある。どうホストスから、連絡来るやつは大体来ないとかね、ホストあるある。マイナスイメージホストあるあるをちょっとやっていこうよ。やっていきましょう。なんか、まあ、歴あるでしょ、だって。全員ね、多少は、まあ、そうですよね、多分3ヶ月ぐらいです。連絡ね、来るね、結構ではないけど来るよね、ホストですね。で、大体すごいちょっとね、言い方悪いんだけど、まあ、そのトップ画面がブスな女の子は、いろんな従業員に連絡してるっていうね。あ、ありますよね。あるよね、ホストスからも。ブスって言ったね。いやいやいや、違う違う違う、そういうことではなくて、ブスって言ったね、こいつも。あ、悪い悪い、こういうところ悪い悪い、グイグイグイブスって言ったね。ごめんなさい、お酒あるんすかね。あ、あるよ。あ、飲みたいです、僕。これ、これ、これ、じゃあ、俺、今日月に。なんかあれもあるよ、カロリーとかもあるよ。マジっすか。いらない、僕、ロックいいっすか。え、いや、なんか喋れないじゃないですか。喋れない、ごめんなさい。我々今、とか言って喋れないんすよ。ウイスキーはお好きでしょ。ほんまにロックやんな。シャンシャン、モスクワ、水割りとウラチャールどっちがいい？そうだと思います、ロックで。いや、なんか喋れないでしょ、なんか本当に気持ち悪い、気持ち悪いでしょ。やっぱチンカスやわ。チンコのカスです。まあいいや、まあいいや、それで、それで何だっけ、続きましょう。ホストス、だいたいブスがいろんな従業員に LINE してきて、で、
誰かが一生懸命、新人の子がね、信じてて頑張ってね、あの LINE するんだけど、大体はいはいはい、住んでないっていうね、新宿にもはや、あ東京都に住んでないっていうね、もはやね、あるあるあるな、韓国人から来ない来ない、絶対来ない、来てくれないかな、韓国人から来たことありますかカスっぽい顔してるな、面白い、見た瞬間がびっくりした、ええと思ってカスっぽい顔してるやんけ、ありがとう、本当にごめんなさい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、ごめんね、ありがとう、ありがとう、アイダミソ、ごめんね、うん、アイダミソ、別れ話の最後の LINE みたい、ありがとう、ごめんね、あそんなことがあったの、え、なんだい、そんなそんなことがあったのか、ありがちじゃないの、いやいや、どんどん喋ってこれ、まあまああれあれじゃないの、あと何やろう、あの俺がある、はい、あるのがあやって名前の女の子で、あやちゃん見てたらお前だからな、分からんけど、あやって名前の女の子は大体ホストクラブで飛んでる、はい、ああなるほど、大体飛んでる、売りかけの初めて売りかけ飛ばれた8万1000円もあやだった8万1000円、8万1000円も忘れもしないあやだったし、で結構この話するとあーってなる、あでもあや、あやあるかもしれない、あやはね、でも結構人数あの多いんだけど、あやかとかね、あやみとかね、はいはい、あやか、あやみ、あやとかね、あやな、うん、あやなとかね、もう多いんだけど、飛ぶ説、飛ぶ、初回でじゃあ書かない方がいいですね、俺らもあやっていうの初回できたら俺もう言うよ、お前飛ぶ飛ぶ大丈夫こんなん言ったから、どんなトラウマですか、いやトラウマじゃないけど、みんな分かるって話をし あるかもしれないです、みんな分かるって話をしてる、あるかもしれないです、この話をハーレムでも話したことあるけど分かるみたいな、あや飛ぶ説、あや飛ぶ説、なんかあやとさんが飛ぶみたいなところね、あやと死にかけるみたいな、幸子さん大丈夫そうだ、名前では大丈夫、なんかねあやはね、うん、結構ね、あゆみはね大丈夫、ホストクラブで あいちゃんとまいちゃん、まいって子は大体まいまいって言われるよね、あだ名まいちゃんはまいまいっすね、大体まいまいって言われる、まいまい、あい、まい、ひとみ、ひとみ、ひとみ、こういう系の名前はね結構使う、お金使う、あとゆうちゃん、ゆうちゃんとかも結構使う、ひとみ使うっすね、使うよね、ひとみ使うっすね、あるある、あやかぜも危ないよね、あやだからね、俺も危ないよ、あそう、あやかぜもすぐ飛ぶよ、大丈夫、危ない、すぐ飛ぶ、うん、すぐ明日危ないかも、そう、明日危ないよ、あそんなキンキンで飛ぶの、キンキンで飛ぶよ、そう俺の字のこのあやだけが一番危ない、あの本当に本当にあやってだけが危ないあの字っすね、危ないです危ないです、マジで危ないね、あやは、あと誰が使うかな、なんだろう、ゆうことかね、ゆうや、あのゆう、ん、ゆう、なんだ、ゆう系使う、ゆう系、あれゆうとあんじゃない、あと、あ使う派なんですね、使う結構使うかも、何があるんだろうな、使う子でもなんか最近さ俺結構あったのがさ、ホストクラブで売れてない子結構キャバ狂いの子おったけど、いないね、ハーレム売れてないのにキャバに来るんすか、もういたいたどっからなんか騙されちゃうんだね、売れてないから、へー、あーチヤホヤしてくれるし、そう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 、なんかあんまいないね、前の店とかその前の店とかあったんだけどね、バレちゃうんだね、言ったらね、まあ、某ね、T丸P のねとかね、 TR なるほど、もう言ってる全部とかあれなんですよね、結構おったね、売れてないのに金使ってる、正直聞いてましたね、僕もやっぱり、今日なんで無音なんすかねあ、本当は音楽あるんだこれまあいいや、まあそうそう、いや敵に回してない、別におったっていうだけだからね、今いるとは話してないから、別におったよスレスレを別に嘘ついてないし、スレスレ、え、なんかコメントってありがたいっすね、なんか ありがたいよね、すごい、はじめましてですけど、ね、サイバーテロされてるのかな、その大手にね、今止まってるからね止まってるからね、止まってるな、もう圧力、もう圧力かかってる、早いよ、あ、来た来た、音楽来た、あ、音楽来た、よかったよ、ビビってないけど別に仲いいっすからね、なんだかんだ俺、うん、そうです、この前も行きましたし、同業で、あと源泉徴収もらいに行った俺、あ交通事故の慰謝料を請求するために源泉徴収をね、もらいに行きました、仲いいです、お世話、いや本当そうですよ、そうそうそう、うん、金運が良すぎて交通事故に去年3回あってるんですよ、僕金運いいですね、金運いいって言うんですね、金運いいなんて、よくないですか、当たり屋じゃないけど思っちゃう、引かれたし、あとぶつかられそうになって避けたのと、あと後ろから追突されたのがある、あーもう相手が悪い、それは、あそうそう、全部被害者だから、そうですよね、そう、もうね結構入るよね、お金ね、今月の給料と合わせていくら入るんだって言うのだからやらちゃあちゃっていうぐらい入りますよね、はい、でもね交通事故とかの慰謝料ってあの収入に含まれないから、あ、宝くじと一緒よ、収入に含まれないから、日本は税金取られない、税金がどうのこうの、税金は
何か当たり屋さんってなんか狙われてんじゃないですか、もうえヒットマンに狙われてんじゃないですか。ヒットマンね、そうヒットマン殺しにかけられてる、その確率は。お客さんにしたいのヒットマンやったらな、まあ、結婚持ってそうじゃないなんかね、お金ね。ヒットマンはそうっすね、いや熱いっすね。そうなんですよね、急に、ね、枕じゃ殺されそうですよね。ね、殺されるね、途中で下手打ったら殺されるよ、ね、どんな場所でも殺されてバレた瞬間殺される。チェックって女の子、そのヒットマンが言って会計しとる間に俺殺されとるからすごいな。ジンさん人気ですね、なんか。ごめんなさい、コメント今見てるんですけど、ここで人気じゃないよ、だから俺がいつも出てるからね、それも知らない。あ、タイトルついてる、いつもついてましたっけ。ついてるよ。あ、そうなんですね。あ、そうか、 CM ね、もうちょいしたら行こうかな、半分いったらな。あー、すごい、なんか CM あるんすね。最近でもコメント伸び悪いよな、俺の番組にしてはな。なんかケータがいた頃の方がまだコメント伸び良かったよな。あ、ケータ辞めましたね。はい、ケータ君を辞めました、うん、で、昼食をやるって言いつつ、やめたんですけど、彼は次の日もう移籍してましたね。なるほど。全部言う、なんか悲しいな。でも別に OK でしょ、事実だしね、嘘ついてないし。うん、まあそうですよね。悲しいな、なんかな、それは。やつの宣伝はここまでにしておこう。確かに、はい、頑張って売れてくれ。僕の話しません。いいよ。いや、いいよっていうか、そのどうぞ続けて。じゃあ俺喋る。入店して何日目ですかね、8日目ぐらいなんですよ。マジでユートって言うんですけどね。これおもんなやつよ、これ。ユートさんも遺跡なの。あ、そう、聞かれてる。そう、遺跡なんですよ、僕。聞かれてる。ロックでもします、はい、すげえ、もう飲んでる、さっきの。ファミリーマートから遺跡してきまして。へー、知らないでしょ、みんな。大丈夫、これ。これあれじゃん、売れないラジオ番組。やばいやつじゃない、これ。MC みたいな。え、ごめん、ほんと来てしまって。タイガも笑ってないもんね。クラブファミリーマート。そう、クラブファミリーマート。こっちの方が返しうまいやん。ありがとう、本当にありがとうございます。こっちの方が返しうまいやん。本当にそうなの、超大手なの。多分ハーレムなんかより大手でしょ。でもコメント伸びてるな、お前が喋ってる。全国展開ですからね。ハーレムなんかより大手じゃないですか。ファミマ知ってます、ファミマって。会長に言ってあげてよ、それ面白いから。会長誰だっけ。しゃべるんだよ、こいつ。お酒飲ませる。わかんないけど、もうタイガが無言になってるもん。タイガが無言になってるもん。ガキツカ、会長わかんないけど、ガキツカが笑ってはいけないの松本みたいだったもんね、ベロ出してハハってなって。会長さん、こいつやべえだって。そう、ごめん、ありがとう。やばい、彼の高さですね。もう、はい、あ、聞いたことありますわ。聞いたことあるぐらいなんですね。KG グループってあれでしょ、街道グループの略らしいよ。そうよ、俺、昨日知った。初回の方に聞かれて、 KG って何の略なのって聞かれて、仮説回ってないぞ、大丈夫か、答えられなくって、ナイキンさんに聞いたら、街道グループの略らしい。はい、はい、みんな広めて。どうしたらいいの、街道グループグループですね、では KG グループ。確かに、そうだな。あ、そうですね、街道グループグループですね。うん、違うけどな、なんか街道グループの略じゃないけどな。 KG プロデュースっていうのは、あれ、はい、ちゃうよ、あれ。俺、まあ、言っちゃいかんかもしれんから言わんけど、あ、いろんな諸説あるんすね。いや、諸説っていうか、ちゃうよ。あ、へぇ、ちゃうよ。だって KG グループ、そう、さっき言った街道グループグループになっちゃうから。はいはい、あ、そうっすね。カイドさんの K から取ってるけど G は違うでしょ。なんだろう、すごい気になる。なんだろう、みんな予想してみて。あ、なんかね、それね、噂で聞いたんだけど、なんかこれ結構ガチっぽいんだけど、ワンピースの4個のカイドウってうちの会長をモデルにしてるらしい。嘘つけー、嘘つけとわけないやろ。それが俺も嘘つけって思ったんだけど、小田先生と会長繋がってるんよ。やば。そんなに。で、なんかその会長が、いや俺を出してよと、漫画にって言って出てきたらしい。カイドウ、カイドウ、4号カイドウが。マジだったらめっちゃすごいですね、っていうなんか話を聞いて、三上さんから何かに聞いたよね。で、嘘でしょって話したんだけど、結構ガチみたいな。嘘でしょ。俺も嘘だと思ったけど結構ガチみたい。へえ、すごい。俺も結構半分半信半疑だけど、今でも。でもなんか聞く話によると結構ガチみたいな。そうらしいですね。マジだったらめっちゃおもろいですね。面白いよね。ね、SBS で書いてほしいけど、ワンピースさんね、カイドウって。そうですね、カイドウってモデル誰なんですか。ホストクラブの会長ですとは書けんけどね。さすがに書けんけどね。すごい、ジャックだけうるさいって分かってるね。ジャック知ってる人いるんだね。ジャックって何なんですか。カイドウの右腕よ。あ、ワンピースの話ですか。ワンピース、ワンピース。どっちのカイドウか分かんねえ。違う違う。
ハハハハじゃねえし。そうそう、すごいね、ワンピースわかるんだね。俺結構ワンピースオタクだから詳しいけど、ね、ワンピースわかんない。全く見ないですね。何見てんの？パンツ。パンツは見たい。パンツや。パンツは見たい。初回の女の子、下の方ね。初回の女の子はトーション使いませんって言った瞬間ニヤニヤしながら、こう言ってもやばいやつ。あ、それ俺だったわ。あー、グイグイ。俺だったわ。グイグイ。で、すかさず初回に俺、なんかいい人ぶって、トーション使った方がいいよって言って行くっていうね、初回の場だと。でも本当に使いたいのはローション。そう、ありがとうございます。ローション、あら、綺麗に落ちた。これローションだね。しみじみとローションだねーつって。ローションないなぁ、使う。トゥルル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 ルされたもんね。トゥルルルルルルされてもう、トゥルルルルルルされたもんね。おい、乗ってこいよ。これすごいモーションだなと思って。乗ってこいよ。すごい。あ、ゆうやさん、ゆうやさん、そうなの？ローション使うの？使うんだ。しゃあやん、ゆうやさん。ゆうやさん滑りそうやけどな、なんかローションだけに。うん。え、どういうこと？ん？やんじゃないこれ、本当に分かんないけど。え、するんじゃないのこれ。だってコウモとか作っとるよね、次長課長の。ああ、コントで、ね、作っとるよね。はい、やってるっていうね。あれギャグでやってるんじゃないですか。違うと思う、本当にこうやったんじゃない、分からん。多分そう。ローションか、まあ、俺は知ってるけどね、本当にやるって。あら大人。俺は知ってるけどね、本当に。あら大人。さあ当然ね。あら大人。さあ当然ね。そういうとこ行ったことありますからね。ああ、なんかそういうあれがあるんですね、場所が。触れてこいよ、もっと。ゆうやさんに飛び火してるじゃないですか。視聴者からゆうやにローション。え、マジでいいな、俺もちょうだいよ。くださいよ、じゃあ。いる？俺あれ欲しい、ドンキで売ってるあーっていう鳥のやつ。先生、あれ欲しい。こうやつ。あれ欲しい。あれ欲しい、あれをめっちゃいっぱい集めたい。いります？ 20 個ぐらい。いりますで、寮とかにこう忍び込んであれ全部鳴らしたい。わぁ、迷惑だな、本当やだな。ちょっと真似上手いし。本当にやだな。近所迷惑だし。やりたいな、やりたいな。それやった後もういらないしっていう。そうね、持って帰らない。いや、もうだからお風呂とかに置いとく。寮の風呂場とかに置いとく。 OK、 じゃあ一回 CM 行こうかな。そうしますか。怒られちゃうからね。あら、では CM 行きましょう。綾瀬仁のイケてる、はい、鳥の位置じゃないと。すごい CM 見…あれだな、折り掛けするおねえ。使ってないのに使った手にする。使ってないのに使った手にする。あ、何でしたっけそれ。ドブロックだけど、それが俺が勝手に作ったホストバージョン。ホストに来るおねえって。折り掛けするおねえ。使ってないのに使った手にする。入金してないのに使った手にする。なるほど、そういうのあるんですね。用紙書くときめっちゃ間違える。うん。慣れてくるとサインが雑。慣れてくると サインが雑。ちょっとファミマ店員にはちょっとあれですマジで。ちょっとそろそろそのボケやめた方がいいで。やめます。ちょっとやけどしとるもんこれ。ですよね。熱いもん、ここ協力し合いましょう。ここ熱いもん、焦げちゃった、焦げちゃった、やけどして。あとピンポイントでやけどするんですね。ねえ、やけどするよ。ファミマはガチみたいですね。ファミマの売り上げ？ああ、売り上げとかあんのファミマに。え、あれだよ、クラブファミリーマート。サークル系ってみんな知ってる？逆にそんな大手の名前出しまくっていいの？お前サークル系グループ、逆に営業妨害で訴えられそうだけど。あ、ダメかな。怖いわ。ダメでしょこれ。知らんよ。自分だと喋れよ、お前。自分で言ったんだから俺は知らんぞ。ケツ持たんぞ。サークル…そう、サークルガイド。やば。やば、ごめん、俺会長はちょっといじれないな。申し訳ないけど。サークル系がなんかファミリーマートと統合するみたいなことで、うん、ああ、はい、サークル系グループがファミリーマートグループを買収したんですね。ファミリーマートグループがサークル系グループを多分。この話あと何分続く？
あー長いな、この話あと何分続く。いいや、いい、それまた連絡します。じゃあ問題の話あと何分続くかな。それまた LINE で言う、うん、じゃあユウトはどんなセックスすんの。え、あのね、めっちゃなんかねっとりしそうじゃん。もうなんかそう言ってましたよね、前。もう気持ち悪いセックスしそうじゃん。はいはいはい、変態みたいな。もうなんかもうずっと足の指舐めてそう。臭そうって受ける。臭そう。ずっと足の指、まあ、足の指舐めてそうやない。もうい, いつ来る、ここにいつ来るのみたいな女の子になってそう。あのね、うん、僕の悩みがあるんです。聞いてください皆様。何、お願いします。タイプカットして。あのね、あのノーマルらしいんですよ、僕。悩みなんすか。いや、悩みですよ、本当に。ノーマルすぎて、つまんないっていうのが悩みです。一回じゃあさ、あそこ行けんの。六本木のアルファインっていう SM 専門ラボ。なんでそんなことしてんの。あー、聞いたことある。有名有名有名、アルファインっていうあの SM 専門の、あのクスコとか置いてあるらしい。俺行ったことないんだけど、クスコとか、まあ、縄も置いてあるし、注射器みたいなのも置いてあるらしいね。クスコ。クスコってあのマンコにこうプッて刺してクリクリクリってところをバーッと開くの。でこうマンコの中見れるみたいな。見る、見たいんですか。え、え、そうそう、だからそういうなんかプレイがあるじゃん。そういう器具があるんですよね。サーフ人からの器具よね。はいはい、はい、ああ言ったらタイトルまでよく知ってますね。俺そういうの好きよ。そう、よく分かってるんだよ。大好きよ。俺の理想は、M 字改革の状態で縛って天井に吊るして電話で行かせて失禁させて失神したら帰るっていうプレイをしたい。いや、極悪やな、うん、びっくりした。してみたいぐらいの人だから。ド S よ、ド S。ビスコって書いてきてめっちゃおもろいな。え、ビスコ取られた。おい、そういうの言いたかった。取られた、ビスコ。そうだから、え、そういうとこ行ってみたらいいじゃん、女の子と一回。したらもう、あ、変わるかもしれない、ね、アブノーマルのプレイをするしかないじゃん。誰か一緒にいてください。産婦人科の足また開くやつとかもあるらしいで、ね、お願いします。固定するやつ、こうやって。あー、やりたい。で、お前がそこに やったらええやん。僕がすか。お前がやって女の子にこうなんかこういじめられたらええやん。目覚めるかもしれない。あ、新しいタイガーとかやりたいよね。やめろーとか言ってる。タイムがやめろーとか言ってるの。ずっとムービー撮りたい俺。俺嫌だな。ずっとムービー撮りたい俺は。嫌だな。やりてー、タイガーにやりてー。変な趣味ないですからね。そうなんですよ、それが悩みなんですよね。ノーマルって言われるからつまんないらしいんですよ、僕の。飽きるってことね、セックスの飽きるってことね。はい、一貫性しかないそうなんです。なんかこう流れが、逆に女の子はどういう、そういうあれがキボンヌなの。キボンヌなの。どういうのがキボンヌ。どう、何キボンヌ、うん、ちょっとアブノーマルとして、どう、何がキボンヌなの。何キボンヌなの。うん、何セザンヌ、何キボンヌ。早くコメントせえ、冒険せえな。指打て早く。これみんな何携帯で見てるの。いや、携帯の方がちっちゃい。なんだパソコンが携帯でしょ。足を足で顔踏んでほしい。やばい、特殊な人が来た。ちょ、ガチ勢、ちょっとやめて。わからん、俺は分からんでもないと思った。俺はケツで顔を踏みたいかな。すごい。嘘やけど。ですよね。嘘やけど。さすがにね、目の前でほもる。うわ、気持ち悪。ケツでほもっていっかよ。どっちが入れるタイプか。タイがゲイにめっちゃ好かれそうよね。あ、ですね。逆に言えば、やっぱそうやった、大昔やった。いや、やったな、これ。めっちゃ怖かったんすよね。これやったな、これな。食われのんけってやつやな、これ。食われのんけじゃないわ。食われとね、食われてね。足、顔を踏んでほしい以外ないの。今んとこ顔踏んでほしい人だけしかおらん。女の子ってすごいなと思う、これだったら。うざいことされたらしばきたい。結構 S やな。お尻叩いてほしい。ああ、叩いたりとかせんの。しない、そういうのもしない。だ、音がやだ、叩いた時の。どうぞ、なんかあれだな。パシンってやだ。パシンもうパーパーやったところパーやん。もうこっち行ってからもう受け身みたいな。受け身みたいな。外から行った後のこの内側からもう太鼓の達人みたいな。パーパーパーみたいな。そうそう、カッカドンみたいな。カッカッこっちかよ、こっちか太鼓の達人。やったらいいじゃん。ポンスポーンってやったらいいじゃん。アクセルホッパー、そういうのやったらいいんじゃない。もう一回遊べるドンって。もう一回遊べるドン。地獄ーって。ダンスやばいな、それな。もうレベルが高すぎる。やったらいいんじゃないの。教えいただくとか。やってみましょう。誰か連絡ください。だけ、そこだけ。違うか、違うな。
やったらいいじゃん、初回でやったらいいじゃん。初回で初回で枕したらいいやん、お前なんか。うん、やりましょう、うん、僕初回で枕したらいいじゃん、うん、やるするする。全然本当に割と何でも飲み込むんですね俺。差し上げます。エッチする前に俺実はさ太鼓の達人得意なんだよ。めっちゃめっちゃ決め声で100円クレジットっつってビリバンド男に引入してみたらやばいなこいつ。お前頭おかしいぞ。おい病院行ってこい。プレイを選択するドン。病院行ってこい。プレイを選択するドン。面白い。曲を選択するドン。なんかあれっすね、カッ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 。いや面白い、すごく面白いと思う。タッチデー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 っつってね、もうずっと女の子だったらすごいな。タッチタッチをもうここにタッチやすごいよ。カッカッやったらいいじゃん。なんかセナランさんに似てるってすごい言われて。あ、声似とるね。分からんから俺のリスナー知らんよ多分そんなの。分からんよ俺のリスナー。俺しか知らん。だって僕も知らないですもんその方。やばやば、うん、なんかね YouTube で見たことある。やばカイドウ会長はマジでわかんない。もうやめよう、もう上の名前出すのめんどくさいから。もうお前収集つけられないけど、収集つかんもん、ロックで飲んどるし。全部飲んどるか。そう、あーすいません、ありがとうございます。すごい、なんかね、あれもすいません。ほら、めっちゃ引っ張るって言われとるやん、そういうとこ。一本飲んだ。そういうやめて、ほんとそういうのじゃない。いや、そういうとこだよね、でもね。なんでマスクしてるのって言ってます。なんでマスクしてるのだから俺、顎長いからだって、俺言ってる。なんでだよ。長いだろうが、長いだろうが、俺わかるだろ。で、これね、後でニコ生さんから写真送られてきて、この瞬間しゃべってるわけだよ、大体。こういう瞬間が俺が、あ、そういうのあるんだ。てか、なんか瞬間こうやって向いてるのを大体しゃべっとってるからね。タイガーめっちゃ決め顔した時にこうしゃべっとられてるみたいな。悪意がすごい。大体悪意があるよ。悪意がすごいな。気にしないからいいけど。まあそうですね。マスクしてるホストの方多いですよね。知らないよ。どうなんですか。全然知らんけど。何の話だったっけ。マスク、あ、でも歯科助手さんって可愛いですよね、マスクの。あ、可愛いです。マスク効果で。ね、人気よね歯科助手ね。いやめっちゃ人気ですよね。ゲレンデ効果じゃないですけど、あのめっちゃ可愛い歯科助手さん高校生の時に。ノリノリびっくりする。マジか。やってましたダンス。てかね、はい、さっき話思い出した。行きましょう。話引っ張りすぎやから思んないよ。あ、それあるかも。ちょっとどんどんください。本当に思んないじゃん。何かあれば。女の子興味ないからそんな。そうずっと前の取って出すから面白いよ前のネタって。その話終わってっからのやつ。松本人志がうまいよね天丼は。あ、滑ったネタでずーっとやって番組の最後にポッていって爆笑して終わるっていう。はいはいはい、そうそうそう、うん、言いたい言いたいと思ってるよね。言いたい言いたいと思ってる俺もね。そうそうそう、だから多分思んないからね。多分ね、売れない理由ですよ、はい、お前に興味がものすごいあるやつじゃない限りどうでもいいもんな。どうでもいいもんな。多分だけど俺のなんだろう、おもしっぽってなんすか。おもしっぽ俺もわかんない。おもしっぽって何、ごめんなさい。重しっぽって何。今日めっちゃおもろい、めっちゃおもろいって言われてコメント全然伸びてないけどね。何知りたい、 Google 先生。もういいよ、引っ張るのは。そういう引っ張るのはね、この引っ張りがダメ。そう、もう時間尺長いよ、尺長いよ。これがダメなんだよ。その瞬間にあの内見さんからゆうとこお願いしますって言われて、だいたいゆうとこお願いしますって。だいたいその流れで初回終わるっていうね。あいつ思んなかったなみたいな。あいつ思んなかったなみたいなね。そうなんですよ、うん、あ、誤爆だったっていう。2日ぐらいだけ連絡返ってくるみたいな。めっちゃある。だいいよ、まだマシ。俺なんか遅れて連絡ない。これ見てる。ごめんなさい、僕の話いいっすか。なんか自分のことばっかで。いいよ、いいよ。これ見てる姫様、ゆうとに連絡返してないなみたいな。おらんよそんなやつ。いや、いるでしょ一人ぐらい。いないいないいない、初回のやつが見てないからどうする。どうする、見てないから。連絡返してくれたら嬉しいです、本当に。見てない、だから300件しかないの、まず。ってことは一人の子が50件返してるとしても割ってみんよ、50。6人ぐらい。そうそうそういうことですよ。これ今何人見てるか僕から分かんないですね。分かんないじゃん。で真ん中冷めとると言われとるじゃん。真ん中面白い話でもしましょうか。してよ、ギャガーギャガーの、いや面白い話。ハーレムギャガーだろ、平成ハーレムのギャグマシーンと呼ばれた俺が。いいよ、北海道から来てるんでギャグまあまあ滑るっすけどね。真ん中マジイケメンやわ。ありがとう。こういうの欲しい。そう、褒められてる。そういうの欲しい、本当に。
じゃあもうこいつ出さんからな。右ワイ。あれもうイケメン嫌いやからな。右のワイ。右ワイ。北海道優しい、何がすごいかって一番の違いが、店員さんが優しい、コンビニの。歌舞伎町ってコンビニの店員さん全員外国人じゃないですか。日本、まあ日本語喋る。日本人はあんまいないですよね。1001人そうだ、そんなに見てるの。すご見すぎだろ。すごい、ね。嘘つけ。そうで、そうね、外国人。ファミマの店員さん、それこそ彼もファミマじゃないですか。はいはいはい。目の前に並んでたんですけど、目の前の人がこの灰皿ぐらいの猫缶1個だけだったんですよ。あ、すぐ終わるなと思ったら、はい、お箸いりますかって聞いてたっていう。あ、偉くない、食わねえよみたいな。偉くない、ファミマの店員さんはお箸入れるんですか。 T ポイントカードお持ちですか。え、あ、ごめんなさい。偉くない。でもファミ、そうですね。俺なんかパスタ頼んで、はい、お箸とフォークついてるとき、わ、仕事できると思っちゃう。ああ、ダブルパターン。うん、わ、仕事できるなって思ってしまうけどね。あるな。いや、思わん、そんな思わない、俺だけ。そんな、ごめんなさい、僕できる店員さんやったんで、ごめんなさい。あ、そうなの。はい。どういうとこが。あの、両方つけてましたね。やっぱね、偉いよね。全然話広がらへんけどね。どうしたらいいの。何、1022人って何なの。わかんない、マジで見てんだ。やっぱ大河効果だな。さっき喋ってたよ、なんか顔面出してた東大じゃん。東大ですよ、東大で。俺はもうG マーチかそれ以下に東高まさに。なんですか、初めて聞いた。何で、こっちは画面偏差値で言ったら、そう、何でしたっけ。アジア、アジア大学。何それ。アジア大学かな。留学生来るところ。アジア大学よ、アジア大学。これは留学生来るところじゃないの。結構偏差値45から50ないぐらいのところね。九州、まあまあ、畜産業ってどこ、どんぐらいなのかも全くわからな い, っていう。結構やばいよね、やばいって。でも地元九州だよ。あ、来たね。もう来た、誰、出ないと思ったら来たね。いやいやいや、やべえ、知らねえ先輩来たから俺急に喋んなくなった。さっきケイティ君と会いましたよ。あ、何だ、ケイティ君。おー、ではリッチ来たんでね、今日は終わろうかな、もうそろそろね。終わりましょう。アジア大学、これアジア大学、こういう字アサイヤって書くんだ。今週はサラ、カムボーザの昇格祭があるので。そうなんですか。来れる方は、現金もしくは売りかけ伝票を作るためのボールペンを持って来てくれる。何日ですか。店にある。日曜日です、今週の日曜日。来週の日曜日も、レイフ主任が、バースイベントなので、現金か、売りかけかけるボールペン持って集合してください。はいよ。赤字人だけ寺頃じゃないと来週また見てくださいね。じゃんけん、LINE しまーす。6周年か。ロミジュリっていい店だよね。やっぱ他より稼げるしやめられないよな。私タクミのことが好きなの。いやいや、俺んタクミだから。よいしょーい。
しょう。はい、クラブリッジのね、今からね、ちょっとね、押したんですけど、ちょっと押しましたね。ね、誰が悪いかっつって、誰が悪いわけでもないんですけど、今からね、クラブリッジの放送始まるんで、ね、ハーレムのね、コメントに負けないように、頑張りましょう。リスナーさん頑張ってちょうだい。しょ、そんな感じで、今日は僕と、りょうさんと、秀吉でやっていきたいと思います。よいしょよいしょ。まあじゃあめんどくさいんで手っ取り早く俺真ん中にあるんですよ、相手。まあいいや。あ、じゃあありますよ。いや、全然いや、いこうぜ。どうぞまあどうぞそう、じゃあとりあえず業務的なことをね、まず一つ今日何日でしたっけ。17、18なんで、あさってしあさってね、右上にある通りに、そう、周年があるんで、そう、クラブリッジの1周年、あるんでね、これ見ててね、じゃあ、初指名でもいいけど、まあ、来れる人は、まあ、ぜひ来ていただけたらと思いますね。1周年って、でも、どういう気持ちですかね、1周年。僕でも、全然入って間もないんで、なんとも思えない。そうですね、僕もだいぶ。短いんで、まあでも誕生日ってことですからね。誕生日ですからね、店の。じゃあ俺もよろしくないけど、まあ実際俺もそんなリッチにそんないないからって、もうみんないないからっつって、いやもうみんないないよっつって、ホントみんな短いですからね。うん、あれっすか、しんやさんって何ヶ月ぐらいなんですか。僕は3ヶ月4ヶ月目ですかね。そう、5位圏外ですからね。はい、もうそれで覚えて、それで覚えてる。ああ、俺4ヶ月目だっていう。そうそう、ずっと圏外ですか。いやいや、また。いや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 いクラブリッジね、大盛況だったんで、今日の、今日もね、昨日も今日も、連日大盛況なんで、割とね、皆さん、ちょっとほろ酔いで、お送りさせていただきます、ワイワイで。そう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 。まあ、なんですかね、なんすかね。うん。でも、この時間帯はね、結構、テンション高めですよね。テンション高いっすね。そう。この先も入っていい感じの。なんか見てる人でね、リッチ行きたいよーって人、割と早めに行かないと、そう、混みすぎてね、たまに入れないことがあるから。はいはいはい。そうそうそう。そう、入れないことがあるからね。そう。見てる人は8時ぐらいにね、外反にちょっと。まあ8時ですね。連絡してもらわないと。8時までにって感じですよね。3名とか4名とかやめてね。はい。悪いなとかっつって、悪い悪い、3名と4名はダメだよっつって、そんな、いっぱいそんな入れたらダメだよ、ほんと。よし、それはね、でもそうか。まあ、今日はね、割とまったりとね、話す感じなんですけども、僕初めてなんですよね、ほんとに。あ、ニコ生自体が。ニコ生初めてです。へぇ、どこに、どこのカメラなんですか。あれなんですか。あ、これです、これ。そう、まあ、ニコ生の初めましてだと結構なんか誰に喋ってんだみたいなのあるじゃないですか。どういう感じで喋ったりとかとか、どういうイメージなんだろうな。まあ、なんだろう、もう、まあ、初回の女の子にまあ、こう、接客してる感じでやっていく。ああ、そう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 。もうカメラがね、初回のね、もう財布に200万入ってたっていうね、こう、前情報がある女の子だと思ってもらえば超やるんだなーってぐらいでいいんじゃないですか。うーんと、遺跡何歳ですか。遺跡ですか。ホスト経験あり。何歳ですか。めっちゃ疲れた。何歳に。もうですか。早い。普通に。パーカーの子が秀樹ちくん。あ、違いますね。僕亮って言います。口座に300万入ってます。あ、とりあえずあ、ぜひください。これ順に並び替えません。これ順に。これ順に。変えましょう。どうせなら変えましょう。そうですね。はい、まあ、いや、すいませんね、俺らがね、やってもらったらいいんですけど、こういうことですね。いや、まあ、だから、やかだかで、りょうさんと俺が近くなるっていう、まあ、そう、俺ここだから、そう、あんまり変わってないっていうね。いや、端っこの方がいいな、端っこっぽいな。真ん中ね、緊張しますよね。そうだね、僕、20歳っすね。まあ、僕は結構わかるんで、
まあ、僕があのね、この番組のね、MC をね、なんだかんだで進めさせてもらって、まあまあまあ、すごいですよ、ね、最近メインなんだかんだで、ね、YouTube で大体見ました。あ、しんなくんすごい喋るな、みたいな。いやー、借りしまーす。あー、もうほんと、やっぱり、このね、放送はね、まあこの放送を見てね、指名で聞いたら、見たらね、いいと思ってるから、やっぱりこの、自分の色を出していかないなと思って出していかないといけないなと思って。まだできないでしょ。いや、僕はね、割とこう喋るタイプだから。そう、女の子をね、これ見てるね、姫見てるでしょ、今日見てるね、姫、ね、僕を指名したいって思ったら、まあこのね、マシンガントークがついてくるよっつって、まあそういう風にね、まあこのナイトチューブのままめっちゃカメラ目線めっちゃカメラ目線っつって、うまいなー、うまいなー。はい、ね、まあじゃあ今日の初回の話なんですけど、はいはいはい、まあじゃんけんで勝ったら LINE 教えてくれってよくあるじゃないですか。ああ、まあ LINE 教えて、教えないよっつって、じゃんけんしようっつって。いや、うるさい、うん、いいよ。ね、じゃんけんでね、勝ったら LINE 教えてくれみたいな。はいはいはい。で、僕はそういうのも LINE とかね、じゃあ LINE しますか、マメな男が好きで、またまたっつって、じゃあ LINE マメで、じゃあライン豆だったら、じゃあ店来た時に、じゃあつかなくてもそれでいいんですかみたいな。いや、違いますよねっつって、結果的にその、じゃあ担当がどういうとこが好きかみたいな。はいはいはい。だからもう面倒くさいから、その LINE はいらないから、ジャンケンで勝ったら指名してくれと言ったわけで、ライン交換じゃなくても指名をして、そう、面倒くさいから、そう、面倒くさいからって言って、ジャンケン俺2回勝ったんですよ。おー、2回勝った、はい、2回勝って結果いいやろ、2回勝ったやん、じゃあ示しようっつって、はいはい、うーん、でもせめて LINE 教えてみたいな。もうそう、こっちもね、初回来てくださったら、そう、番号聞かなきゃ始まんないから、せめて LINE 教えてよみたいな。はいはいはい。まあそっから始まりスタートですから、ね、で、聞きました、聞きました、ぶらり帰りました。はい。あとでグループ LINE 見たら、いや別の人で飲み直しなっとる。いや、別の人で飲み直しなっとるやないかっつって。はいはいはい、はい、なんだ、俺らは何のジャンケンだって。まずね、ほんとに、まあしょうがない、まあ、しょうがないですね、その人が多分、まあ結構よかったんじゃないですか。ああ、初回のあれが、まあ、でもそうね、じゃあ他の人で飲み直しになって、やっぱどう思うかじゃないですか。よし、はいはいはい、あ、俺じゃなかったな、頑張ってヘルプつこうって思うか。だいたいみんなそう思う。僕そう思いますよ。だいたい思うじゃないですか。僕そう思います。しかも初回ついたじゃないですか。はいはいはい。ついて、自分じゃなかったと、はい、ヘルプつきましょうって思うじゃないですか。思いますね。ところが6回、この私、深夜王子、深夜王子ね、そう、エンリケエンリケは、私、エンリケ王子は何を思うかと言いますと、壊れてる。これエンリケってなんだっけって、エンリケの話をします。エンリケわかんないです。エンリケって何ですかね。エンリケってなんか最近あれじゃないですか、足の裏触ったらみたいな。何違うじゃん。待って、それ何、それそれ何、こう座ってるやつみたいな。え、坊主でこういうやつ、それは違う、エンリケでこういうやつ、それエンリケっつうの、それ無事解決。違う、エンリケって何。え、でさ、ひできちよ、エンリケって何だっけ。エンリケわかんないですよ、僕は。エンリケ、なんでやねん。エンリケって、エンリケってキャバ嬢じゃないですか、名古屋かなんか。エンリケって大阪のね、え、違う、の違う、大阪のね、北新地かどっかの、キャバ嬢ですよね。2日で、300人ご来店いただいて、まあまあ、1億売り上げたと。まあ、それはね、素晴らしい人ですよね。まあ、エリンギって。やばいな、カリスマだな。カリスマっすよね、正直、本当に。まあまあこのいつになってもこう尽きない話題なんですけども、じゃあ100万円ね、じゃあもしね、空から降ってきたら、はいはい、朝起きたら枕元に100万円あったらと、まあ、そういう話題がある。まあ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 、どうするかみたいな、あるある、何に使うかみたいな。そう、あるある。まあまあまあ、その話は置いときましょう。と置いとくの、置いとくの、あっためるんですか。まあ、じゃあ違う話、じゃあなんですかね、現実見てください現実、まあ現実は、そんなことありません。すごいな。ありえません。枕ね、枕元にはね、僕のよだれと汗臭さしかないんですけど、でもホストってやっぱり夢をね、売る仕事だってよく言うじゃないですか。まあ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 、そうですね。ホストは夢を売るんだと、非現実なんだと。臭そう、臭そう、
臭ぞ。誰が臭いや。俺か。俺が臭いか。まあ臭いよ。多分ね。臭いかい。でも夢を売る仕事とか。何もない。何もない。これ違う人来ちゃうから。あ、そうなんすか。はい。あそう。来ちゃうね。来ちゃった。何も知らなくて。何も知らなくて。アイス交換とかで来ちゃうやつ。あ、そうなんすか。何かあった時にこう押すみたいな。何もしないです。あったら押しちゃいじゃないですか。押したい押したい。俺も押したい。ちょっとコメントがこの調子じゃ負けてるよ。ハーレムに負けてるよ。ちょっとちょっとカメラ目線。なんか最近初回とかでたまに思うんですけど、ジャニーズの誰かに似てるっていう。ああありますね。ジャニーズの誰かに似てる。コメント上がる。じゃあまあジャニーズの誰かに似てるってね、うん、言われることがあるんですよ。言われますね。だからKG プロデュースという言うて、はいはいはい、意外とジャニーズ事務所がねホストクラブ運営してんじゃないのみたいな。そうそう。だからジュニアですよみたいな。みんなジュニアだよみたいな。そうそうそう。え、誰に似てるって言われます。俺平成ジャンプって言われましたね今日。平成ジャンプ。平成ジャンプはジャンプだからね。まあジャンプね。ジャンプだからその中で誰か誰か。まあ一応言ってます。もう叩かれるのがこれ。まあ別に僕言われたのは誰だっけな。阿部亜蘭くん。阿部亜蘭とか阿部亜蘭っつって。阿部亜蘭に似てるよっつって。阿部亜蘭に似てるよっつって。阿部さんおじさん。そだよか。でもジュニアにいそう。言われますね。阿部亜蘭に似てるっつって。でも多分女の子は結構そう結構初回とかで多いくないですか。多いそうです。初回とかで多いから多分そのジャニオタの子が多いと思うんですよね。ああそうで結構こうジュニアまでこうやってますみたいな。ジュニアを追っかけてますみたいな。ジャニオタも2パターンあって。はい、はい、私キスマイフット2好きです。え、全国行きます。正直あもうどうでもいいやん。どうでもいいかい。いやぶっちゃけだでもそのジュニアが好きってなると、はい、あ僕はね売れてないから、あじゃあ売れてない子でも好きなんだとか思っちゃって、じゃあジュニアが好きって言われたら頑張っちゃおうかなって頑張っちゃおうかなって思っちゃうから、そうそう頑張っちゃうから。そうそうそうね。アイドルも好きだけどホストも好きだよと。だからホストだ初回ってこう2パターンじゃないですか。売れっ子が好きな人と、ちょっと育てたい人と。はいはいはい。で、育てたい人が、元ジャニオタなら、ジュニアに似てたら、もっと好かれるんじゃないかと。まあ、可愛い系か、みたいな感じで。でも、今日ね、千原ジュニアね。いや、もう、誰なんコメント書いてマジでおもろいよ。悪い悪い。春間淵どうも。殴ったよね。後輩殴ったもんね。春間淵ね。分かるよ。俺見とったもん、ニュース。素手で20発とビリビリになったんですよ。春間淵ね。暴力はダメっすよね。思うよ。本当にね。でも、ホストクラブにね、暴力が、付き物だけや。あいつを見とるけや。俺ら。暴力なんかないっすからね。ああ、な。とんかつの人、とんかつの人は別に遺跡とかじゃなくて、僕がちょっと、なんか絡みがあっただけで。とんかつなんですか。あ、違うんですよ。僕のなんかホストさんが大阪のホストさんがいて、はいはいはい、はい、でちょっと絡みがあって僕が何回か飲んだり、はい、でそれでなんかまあ花出してもらうっていう周年で花を出してもらうっていうの で、ね、ちょっと僕が連絡しただけですね。あそれだけっす。本当にまあ言うたらエンリケってことですね。エンリケ。まあ、結局エンリケ。エンリケってことだよ。意味も分かってないよね。そう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 。まあね、なんだろうね、その結構人間関係ってね、深夜のエンリケ。深夜のわしのエンリケ。深夜はマントヒーニング。まあ、まあなんだろうね。言葉に困るんだけど、まあ、でもコメントはしてくれるに越したことはないし、ファールも370だから足して740を越すのも740超えないと、ハーレムがクソだと思う。あはみたいな。リッチがクソだと思う。あ、びっくりした。今の放送がクソだと思っちゃうから、みんなもっと頑張って頑張ってよ。そのなんかバズを起こすぐらい、まあ俺らの顔をリッチの負けってもらうよ。映らんぐらいこれからずっとこうあるじゃないですか。ニコ生だからこう出るじゃないですか。こうやって
ね、そうしてそうバズるかってバズることだね、ああバズることか、なんかそのバズることだからその割とでかいのっていうので、そのじゃあ最近あったね枕話とかあのね、結構でかいと思うんだけど、意外とその枕があのバズんないからこっちは結構持ってる、バズられていやーんっつっていやーんっつってディズニー行きたいな、バズりたいね、ディズニー行きたいな、ディズニー行きたい、ディズニー行きたい、あー本当行きたい、明日行こうかな、ほんとでも明日仕事だからな、でも明日休んで行きたい、ディズニー行っちゃおうかな、いや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 、あのこれ見てる人でまあもしねあのディズニー行きたい、明日でもディズニー行きたいと思ったら、まあ、とりあえずあの まあでもあのね、ディズニーね、女の子が行きたいのは分かる。じゃあ、まあでもなんかよくありません、あのディズニーっていつから行くかみたいな、あー、時間ですか、時間時間違う違う違う、いつから行く、都市都市みたいなね、いや違う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 ね、いやネズミ売り上げでしょ、ホストなんだから、やっぱそのディズニー行くってことは天涯か、あその同伴前じゃないですか、察してほら言ってる、察してよ、そうだからそのディズニー行く、だから、はい、女の子よく言う、初回の女の子で LINE 撮ったら私ディズニー行きたいです、あ行ってらっしゃい送っちゃう送っちゃう送っちゃうみたいな、すぐ送っちゃうけど、ほらネズミなら歌舞伎町で見れるよって、そう行ってらっしゃいって送っちゃうけど、でもほら一緒にねディズニーランドに行こうものなら、やっぱりそらホストクラブですから、やっぱね、全てのホストがね、あの売り上げだけだとは思わないでしょ、僕はカメラの向こうの皆さん、はい、あのね、あのホストクラブって売り上げとかお金だけじゃないですよ、まあだけど実際売れや金やからそのじゃあいくらからそのディズニーランド行っちゃうというか、どっちだっけ、賞金賞金で150で本数で10ポイント、賞金150待ってね、100で本数10ポイント最低で、それぐらい欲しいっすね、まあだから月にだから10だから10だからいいよね、月にじゃあ週3回来てまあ賞金100超える、まあそれの副賞として、まあもちろんほらなんていうの、副賞のあれなんていうんですか、副賞じゃない達成賞みたいなやつですか、副賞じゃないやつ副賞じゃないやつ達成な、なんですか、その副賞は副じゃないですか、副じゃないやつ、あ、一等賞、一等賞、運動会一等賞は一等賞はそのりょうさんに会えること、会えて隣に座って接客してもらうのが特別賞みたいな、一等賞だけど副賞として賞金100以上あの指名で話聞いてない聞いてない聞いてますよ、いやいやいや、もうマジで副賞ね、もう慣れたんやけど、いや元気出しましょう、元気出しましょう、マジいやじゃけその100超えてね、そう10本超えた暁にはこのりょうさんとディズニーに行けると、はいはい、だからそういうのがありっすね、あーで頑張って一緒にディズニーだから、ディズニー行ったら同伴するとかいうやつは大体あのゴミなんで、なんかそのじゃあ天外でこうしてくれたら店行くよ同伴するよってやつは大体ゴミなんで、あのこれは見てる人はあの女の子以外にもホストもいると思う、俺もあの他の店のあの放送見てるけど、これは見てるホストにもいるけど、いやアピールアピールでしょ、だから、ね、あの何だろうしたら店に行くっていうやつは大概信用しない方がいいズームインいやいや本当にだから本当にまあでもそれはそうじゃないですか、あのそうですね、まあ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 でも本当に口だけまあ口だけっていうとね、あの人権侵害にもなるからね、そう訴訟問題起こっちゃうから
思っちゃう。どうなんですかね、社会権だったり、表現の自由に、ね、犯しちゃうからダメなんですけど、でもディズニーって結構一個の分岐点ですよね。まあディズニーは一個の分岐点、まあ、ディズニーそうですね、枕してくれ。まあまあまあ、それはそれはね。だって逆に考えたら、まずじゃあどう。読んで。618。枕してくれたら見せてください。すごいっすね、なんか。むしろ誰かって、そんなに言われたら枕してくれたらお店行きますって言うんでしょ。じゃあまず、じゃあこの3人でね、3人でに何なんて言った今。3人でさ、してほしいやったら、LINE 送ってくればいいよ。もうまあそこにね、 ID 乗っとうし、俺なんか Twitter も LINE も乗っとう。だけど俺これなんなら電話でもいいよみたいなね。そうじゃけさ、いや枕してくれたら見せくるんやろ。枕で見せくるなら越したことはないっていうホストもいるんだけど、でも実際ぜひぜひ、いや大々的に言えばいいじゃないですか。大々的に言ってもいいですよ、そんな。じゃあ、ねえ、ほんとだけど枕してくれたらホスト行きますっつって、じゃあ枕していくら使うなと、店来るのは簡単だよ。ああじゃあそんな簡単だよ、そのぶっちゃけ店来るだけでしょ。はいはい、初回でも来れるし。まあそんな言い方によってはね、じゃあその入り口をポンと叩くだけでも行けるし、そう行けるけど、じゃあ一体いくらどうするんだと。違う、じゃあパジャとバリアンどっち派ですかと。おお、にょ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 。でもこれは何だろうね、歌舞伎町の結構難しいね、こうすごいこう何年来のさ、この議題だけど、パジャとバリアン残り1分で、あと1分でね、パジャとバリアンについてね語ろう。じゃあじゃあ深夜さんからこうね。あ、どうぞパジャとバリアン、パンパンパンといきましょう。パンじゃあ俺が、はい、パシャ。僕バリアンス。パシャ。なあ。じゃあつまりホストは結果パシャがいいとか。どっちも。なんで。どっちも。なんでパシャがいいんですかね。ぶっちゃけそんな。痛くないですよ僕。え。どっちも。あ、俺も痛くない。俺も痛くない。そう。僕も行ったことないですね。なんで。そう。結果そのじゃあパシャがいいってことじゃないですか。まあ、出せくないし、でも、本当にバリアがいいって言うんだったら、名前に入れよう、その時にしっかり伝えてくれ。とりあえず今日はね、パシャパシャって何？